うなぎあの木の下とか、はい、必ず何か生き物が潜んでます、はい、こういうところ。これはでも木じゃないんじゃないですか。いや、こういうね隠れ家に小魚やなんか隠れるんですよ。え、うわ、おっと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 。はい、日本中の皆さんどうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はね、はい、生物観察、はい、ガサガサの鬼って俺言われてるんですよ。これでこの辺を一体ちょっと河原に何かいるかドライブがあったら来ました。やりますか。はい、いいとこですよここ。景色がいいです、すごく。景色いいですね。があるじゃないですか。うん、で石丸さんガサガサとしては、はい、やっぱああいう流れてるとこよりも、うん、ああいうよどみ、はい、あそこに生命はなんかいると思うんですよ、はい、でどんな生き物でもいいですよ。今からがっちり、はい、生き物を捕まえて、はい、捕まえたらここに入れてやると、はい、で毛ガニおじさんにメッセージお願いします。毛ガニさんですか。はい、はい、僕実は何度か会ったことはあるんですけど、はい、毛ガニおじさんすごく一緒でした。なるほど、はい、頑張れと一言応援メッセージを。はい、毛ガニおじさん、はい、頑張ってください。はい、じゃあ行きましょうか。え、何恥ずかしい。いや全然。毛ガニおじさんがガサガサのなんかあれな、最近 YouTuber になったんですよ。YouTube をやってるから近ったらいいか。魚が逃げるから忍者のように行かないと。おらんな。石丸さん、ガサガサって追い込み量なんですよ。だからこういうよどみで、こういうよどみ、こういうところよどみをこう取ってあげて、で生き物がいるかなと。なんか魚、小魚とか絶対いると思うんですよ、はい、で今3月後半なんですけど、はい、生き物が大量に出てくる状態、はい、いないか。何もいないぞ。取れた？いや、いませんか。ないですね。ちょっとやりましょうか、取れるまで。どれだ？ああ、大丈夫。マックボックル。そういうとこにもなんか隠れてるかもしれないな、生き物が。こういうとこに隠れてる可能性あるから。あって。ザリガニが隠れてたりする可能性がある。で、こうやって。なんか入ってると思う。こうやって生き物いない？エビとか生き物をとにかく大量に捕まえないと。あ、なんかおったけど。あ、なんですこれ。水生昆虫かな。水生。石丸さん、いないです。で、こういう外の空気すればすごくいいと思いますよ。リフレッシュ空間になるっていう。これは釣りの餌とかになる。うん、なんだろうね。これ毒ないんでいいですよ。大丈夫です。これ石丸さん、ちょっとアイカン潰しちゃいけない。の餌にもなる生き物ですね。いましたね、石丸さん。はい、なんか僕初めて見たんですけど、ちょっとかわいそうなんで逃がしましょう。はい、あ、難しいね。なんか取れた？あかんな。ちょっとポイントが悪いかも。マイナスイオンが出てるわ。すごい。マイナスイオンがすごいわ。危ない。うわー、足びちょびちょになった。足がガサガサも甘くないですね。ですね。水生昆虫が1匹捕獲できましたけど、あとがちょっと行きましょうか。こういうとこがいいんじゃない？あ、よどみがいいかも。いうとこいないかな。天然記念物が結構いる可能性がありますから、その天然記念物を見たいですよね、ぜひ。ああ、水きれいだね。この辺怪しいな。おった？ちょっと待ってください。おった。うわー、これ何これ？かげろう。うわ、ゴキブリ。なんだこりゃ。めちゃくちゃおるわ。うわー、これがいっぱいいる。すごい。これね、針につけると鳥の餌になるんですよね。え、高橋さん見たことあるんですか、これ？あるよ。あるんですか？ガサガサの鬼だから。日本の生き物で知らないものはないかな。あ、さすがですね。めちゃめちゃ多い。うわー。でもさっきよりもなんか多いけん、こっちなんかまだ多いかな。生き物。何これ？これ死んだふりしてるんじゃないですか？指でちょっと潰しちゃったんじゃない？いや、何もしないですよ。いや、やっぱりちっちゃいから。これは昆虫ですね。ちょっと殺しちゃって。はい、そうだ。でもまだおる。昆虫です、これ。昆虫。あれだけで？おった。なんかエビ？エビじゃないね。なんだろう。かげろう、ガとかになるんじゃない？大きくなって。これがガになるんですか？わかんないけど、多分成虫になるんだよ。見て、逃がしてあげましょう。ちょっとここあんま取れないね。ちょっとポイント悪いかも。厳しさ分かったでしょ？わかりました。もうそんな甘かないってこと。僕もっとバンバン取れるもんだと思ってたんですけど、ただガサガサっていうのはもう本当に命がけの戦いのとこあるんで、こので帰宅なんて甘い世界じゃないんですよ。もう帰れないんですか？当たり前です。まだやるんですか？生き物を大量に捕獲するまでずーっとやります。僕今日は徹夜なんですけど。いや、甘えはね、許されません。うちはガッチガチで倒れるまで、失神するまでいきますよ。島田さん、とにかく生き物を取り切らんと帰れないんですよ。ここをラストスポットにしたいですね。もうそろそろ帰りたくなってきた。仕事終わって休日に無理やりちょっと呼び出されて、自分の休日撮影に付き合えと。体がくたくたです。もう精神的にもここ1週間ちょっと辛いですね。辛いね。ただね、ガサガサっつうのは甘いもんじゃない。人生かけてやんないと。僕も虎の穴に入ったんで。虎の穴はね、甘かないんですよ。行くぞ。あれはなんか綺麗な梅ですか？あれは桜。桜。あれは桜でしょ。桜ですか？もうだから早咲きですよ、桜が。早くないですか、これ？あれ、梅？桜でしょ？遠目から見たら桜かなと思ったけど、でももう桜って今の時期でした。3月の今20日ですよ。もう25ですよ。もう。そうですね。卒業式ですよね。卒業式の季節の桜。そんなことより。わかりました。魚取らないと俺らはこの辺の生き物全部捕まえないと。ここでもいるんじゃないですか、これ？取れるまで夜中までやりますよ。夜中きつい。夜中勘弁してください。ちょっとじゃあ今さん、俺がプロの技術を見せましょう。プロっていうのはガサガサのプロなんですよ、自分。魚、生命のことは自分世界で一番詳しいんで、ああいう草があるでしょ。ああいう草の陰にやっぱりいろんなものが隠れる。隠れ家なんですよ。あそこちょっとガザーッといいですね、隠れが言いましょう、はい、素人さんにはちょっと任せてらんないってことで、ああいうよどみ、ああいうところに生き物が隠れてるはず、うん、います、必ず。本当ですか？絶対います。何か一発で決めてくださいよ、うん、気配を消してください。よし、あれちょっとまだ早いかな、時期が。なんかうなぎとかいないかな。何？皆さんちょっと生命体おるか見て。いないね。うわー、やらかした、折れた。ちょっと高橋さん強引すぎますよ、使い方が。いや、ボロいなこれ。そうです。ああ、ちょっと良さそうですけどね。まず網もう一回取ってこないか。石丸さん、はい、帰れませんよ石丸さん。はい、魚取らないと帰れねえっすよ。いやでもここはいますよ。います、これはいます、確実に。取りましょう石丸さん、はい。ガサガサ探検隊としては、はい、よどみをやれと、はい、なんかああいう風に流れが強いとこは、はい、魚捕まえにくいんですよ。ああいうよどみ、はい、必ず隠れ家になってます、はい、要するに小魚とかがあそこで休憩する、はい、のために必ずああいうとこに、はい、よどみを探せと、はい、もろみじゃなくてよどみ、よどみ、ああいうとこちょっと探っていきましょうか、はい。わかりました。ちょっと行きます。皆さんなんか一発ギャグやってくださいよ。持ち芸ないんですか？持ち芸ですか。ええ、ちょっとそしたら定番でいいですか？ええ、ちょっと気合い入れます。はい、ああ石丸さん。はい。皆さんいいですか？石丸先輩はね、はい、まあ某地元ではね、マラソンのオリンピック目指したってぐらいの、はい、元アスリートなんですよね、こう見えて。そうです。そうですよ。いや、素質はあったと思います。うん、はい。マラソンではもうオリンピック目指した時期があるんで、その脚力ちょっと見せてくださいよ。はい。ちょっとまず、うん、また気合い入れます。うん。あ、その試合前はそれなんだ。試合前はこれですよ。オリンピックマラソン前には自分は石村さんのことは当時黒豹って呼んでましたから、プーマのイメージ、プーマふわーっと走ってるイメージ。何どうした？ちょっと桃が今ちょっと釣った、桃が釣りました。ちょっともう体動く、もう20年走ってないよ。20年走ってないね。20年は行ってますね。もう20年走ってないね。20年前の脚力も衰えてるよ。はい、ちょっと何、あああいだもうてさん、もういい、変な芝居いいから、とりあえず本当に釣った、ちょっと釣った。じゃあ取りましょう。まず足元気をつけてください。これ足元マムシもいるんで、マムシとか、あれ熊の足跡ですかね、あれ。熊もいます。うん。熊もおるんです。います、ここの辺は。だから熊が夜中、あれ熊の足跡かもしれないな。あそこにくぼみがあるじゃないですか。はい。あれは多分おそらく熊ですね。大きな足跡あるでしょ。はい。熊の足跡だと思う。よいしょ。これ見えるかね、みんな。おそらくちょっと熊がここヒグマがなんか通った形跡あるね。うん。ちょっと気をつけて。熊がおったら逃げながらよ。うん。行くよ。今のちょっと網を貸して。ちょっとそこで綺麗な水汲んで。綺麗な水を。こういうね、皆さんこういうとこはね、いろんな生き物がね、隠れ家になってますから、ちょっと。いないな。おかしいな。よいしょ。ああいうね、木の下、ああいうとこいますよ。おっとおっとおっと、水水水水水水、はい。おっとおっとおっと、エビ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 、ビがいましたね。はい、はい、ちょっとどんどん捕獲していきましょう。ガサガサは、はい、こういうあの木の下とか、はい、必ず何か生き物が潜んでます、はい、こういうところ。これはでも木じゃないんじゃないですか。いや、こういうね、隠れ家に小魚やなんか隠れるんですよ。え、うわ、おっと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 、あれ、はい、いいですか。何これ。おい、オッケーオッケーオッケー。生き物いましたね、いましたね。あ、これもエビですか。これはなんか微生物ですね。まあどんどん取っていきましょう。入水して、いねえか。どでっかいウナギとかいねえか。ウナギウナギ、タモロコタモロコ。うわ、おっと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 。何がいるんですか。まずエビ、エビがいっぱい取れた。ほら、エビですね。ちょっとどんどん捕まえていきましょう。なんか取れたか。あ、石丸さん、天然記念物、天然記念物。ドジョウ、ドジョウ。え、ドジョウですか。ほら、これ、何これ。ドジョウ。あ、本当や。ドジョウでしょ。ローチみたいな、これ。うん。ドジョウいるでしょ、うん、いるでしょ石丸さん、はい、自分のプロのガサガサの技術すごいでしょ。すごいです。一般の人じゃ絶対取れない。はい、やっぱり違いますね、はい、僕と違う。はい、でこうあるじゃないですか、はい、必ず風下から風上に、はい、今上から水が来てるから下からこう上にでこうやってやってあげると必ず。自分は昆虫博士って言われてますから、日本中の魚全部捕獲してきたんで。なんか、うわー、魚うわ、タカハシモロコ、タカハシモロコどれだ。うわ、タカハシモロコだ。何これ。これが大きくなったやつ。これが、いや、こっちは土壌。また違う。こっちは土壌で、これはなんかそういう地域タモロコじゃないけど、なんかここのなんか、ごめん、俺も詳しくないんです。なんだろう。世界中の、まあちょっと言ったの、あ、違うんですか。あ、石丸さん。はい。なんと靴、ニューバランス買いましたね。これ高橋さんにプレゼントで。誕生日プレゼントですよ。ありがとうございます。やっぱり持つべきものは仲間。そうですね。この間池プレゼントしてくれたから、そのお返しにこっち4800円。はい。いや、もう気持ちだけで嬉しいんですけど。池、その代わりこっちは池手に入れてるんで、靴プレゼントして池手に入れたんで、あの土地の名義くださいよ。あ、いや、それぐらい全然いいですよ。なんですか。じゃあ取りましょうか。あ、だいぶ疲れてきてるね。米ぬかがいいです。米ぬか。お、なんかでかいエビがいる。え、後でいっぱいまとめてみましょう。うお、エビいっぱい入ってる。うん、エビくんだ。こんなちょっと緑になっとるもんな、エビって。なんか色が違うんだよね。個体によってなんかね、同じ種類でも色が違っています。いますからね。こういうね、風下からやればなんか入ると思う。おお、おお、どれどれだ。これはあ、吉登りかな。ほら、捕獲。どんどん取り入れこう。今日はこんなものにしておきましょうか。これでいいですか？いい。はい、ガサガサやったのは20分、30分ぐらいかな。ちょっとやっただけだよね。そんなに一生懸命俺だけ1個のカモで。じゃあちょっと見てみましょう。どんな生き物がいるかいっぱいいるでしょ。いますね。はい、皆さんじゃあちょっと軽くやっただけなんですけど、どんな感じか。あれ、ほら、これなんていう虫のぼりかな。ドジョウもいますね。あと変な昆虫系。あとこっちには。おお、昆虫とエビと、まあこんな感じ。どうですか、しのぶ。いやー、今日の私の発見は、僕エビって、そんな川で取ったイメージがなくて、大体まあよく売ってるじゃないですか、ホームセンターとか熱帯魚屋さんとか、そういうエビしか見たことがなかったので。こんな緑のエビがいるとは、大体透明のイメージがあったんですけどね。緑のエビがいたでしょ。天然の赤っぽいのか黄色っぽいのかいろいろいると思うんですよ。これ多分ヨシノボリが2匹と、ほんとここに1匹いるのはちょっと違う種類だね。なんだろう、詳しい人は知る。よく見たら種類違うでしょ、形が。今端っこにいると。ということで石丸さん、ここにはこういう生物がいろいろいたということで、じゃあ無事に返してあげましょう。じゃあ皆さん、またでかくなってありがとう。わあ、逃げなさい。はい、またおうぜ。はい、なんて言った。